見んなよ、変身中。変身中だよ、こっちは。見んなよ。なんかさ、また縮んだんだけど。乾燥機かけたから。足ちっちゃいな。なんか、足パツパツ。でもそのなんか筋肉っぽいところがトナカイらしい。トナカイらしい。あ、ダメなんですか。ごめんなさい。ダメだって。みなたびチャンネル。どうもみなこです。ハルトです。旭山動物園、北海道といえば旭山動物園なのでまず最初に来ました。本業で音の声になるとか、はい、着ぐるみはダメみたいです。では行ってきます。で、僕もげてない。え、そうなんない、うん、なるほどガイド。新しいよし、じゃペンギンとコウどっちがいい悩むね。どっちも好きだね、ハルト。ハルト、カバ食べるとかあんま見たことなくない。ペンギンももぐもぐしてるの結構見るけど。カバ。よし、カバ行こう。誘導成功。カバ一回も見たことない。はい、どっちから行く。あっち。え、どっちかな。脅威を感じてくださいって。面白いね。今どっちが勝ってるんだろう。でもちゃんと電気柵強そうだよ、やっぱり。うん、やっぱあれぐらいの区間なら守れるんじゃないかな。うん、そうだね、大きくなるとね。だけど人間が触れたら最後だよ。え、そんな軽い感じなんだね。なんかちょっとみんな刺しすぎじゃない。大丈夫。血液が入ってんだこいつ。なんで血液通すんだろう。え、作るのに必要なんじゃない、栄養を送るのに。シカエマキ。ゴリラがってどうするんだろう。かわいいな。あ、何これ、ハルト、ほら見ておいで、泳いでる泳いでる。ハルト、ほら目の前で見ておいで。あ、ちょっと目見えるの。かわいいな。うん、息よく続くね。ついてきた。ハルトがついていってんじゃん。かわいい。おしりソフトも気になったんだけど、ハルト君の希望で旭川フラッペにしました。このソフトクリームめっちゃミルク感があって美味しい。おしりソフトあれクッキーやよ。うん、はい、
ジンギスカン丼。まずいいね。お尻ソルトにしたかったんだ。言いたいだけだったから。ハルトが食べたいでした。あ、ただのクッキーだもんね。え、鹿肉なの？うん。ジンギスカンってダメじゃなくてもいいの？うん。ジンギスカンってなんだろうって思いながら食ったら。そうなの？うん。鹿肉ですって書いてあった？うん。クーパー鹿肉。鹿肉なんか食ったことない。クーパー。あ、どこ行ったの？うん。2枚持って帰る。鹿食う。丸？三角？鹿？四角。どうだい？うまい。お。牛丼みたい。全部牛だな。クジラも牛だったじゃん。え？クジラマグロじゃない？あ、そっか。うん。やったわ。あとイノシシの肉も好きだし、鹿もいけるの、なんか ジビエ全然 OK だよね。すげえ。うん？何？うわ、鹿出てきた。え、どういうこと？ Google で鹿検索したら鹿出てきた。ちょっとあなたそこじゃなくて、お客さんいるからさ、違う。本当だ、鹿出てきた。何が出るんだろう、他に。あ、動いた動いた。どうですか、ハルト君。ライオンは今日は今日の感想は今日怠け。なんかこのひょう、怠け。さあ、何をするんですか？ヤラミゴの写真撮ると、ミノコ、ミノコ様からの使命です。 OK、入れる。鳥、なんだっけ、トトリの森だ。白鳥いるって。白鳥いるらしいよ。あんま見えない。おじいフラミンゴの写真を撮れるのか。うまくでかいのって。どこ？あれフラミンゴじゃない？そうじゃないよ。あの黒いの？黒白鳥。黒白鳥？ラクラク。黒白鳥。さあ行くぞ。電池が切れる前に。あ、あっちだ。あ、あっちだ。おお、ついに。フラミンゴ。フラミンゴだ。フラミンゴ、フラミンゴ。ミンゴ、ミンゴ。白と赤がいる。無事達成できました。ハルト。かわいいか。かわいいですね。自撮り棒の持ち方の癖よ。指だけで持ってるんで。指だけで？かかとはここらしいよ。もうかかと。かかと。時速50キロから60キロだって。車と同じぐらいだよ。わお。フラミンゴ空飛ぶんだね。そりゃ飛び出し飛ぶでしょ。確かに。よし、出るぞ。ひなこのとこに帰りましょう。あとミッション達成。ようこそ旭山動物園号へ。自由席となっております。最初に座っているのはペンギンたち。とっても涼しそうな極寒の新鮮
銀世界号です。そして次に座るのは北海道の第一号、かわいいクマさんがいます。カップルでしょうか。そして次は鳥たちの大空号、大空に飛びそうにもないフラミンゴがハート型を刻んでおります。そしてここにいるのは熱帯のジャングル号、オラウータンが可愛く座っております。うほうほうほう。というわけで皆さんもぜひ遊びに来てくださいな。カバーどう？何かわいい。かわいい。ほらでかいじゃん。チックタックチックタック。あさこちゃんの方だ。どこだ？チックタックチックタック。正解はここ。コビとカバ。ピューバン。はい、旭山動物園楽しかったね。うん、イエイイエイ。トムにオオカミ見せられなくて残念。オオカミ、そう、最後にね、なんかね、オオカミと遠吠え対決してるおじちゃんがいてトム見れなかったね。ハト君どこが一番楽しかった？もちろん、どれだろう、あれだろ、どれだろう、あれだろ、どれ、レッサーパンダとシロクマとキツネ。キツネ。あとはカバ。あとモルモット。私はこっちこっちっていう看板がすごい可愛いのがあちこちにあって、ひたすらそれを撮ってた。途中でカバのやつも撮ってたもんね。はい、トムがゲットしたカバ、鼻水カバ僕はアザラシの方が良かった。何が良かった？アザラシ。アザラシ、なんかすごい動物愛を感じる動物園だったね。うん、僕は前からで動物園作る。そうだね、作るな。あとなんかアート的にっていうか、絵がすごいあちこちに可愛いのがあって、うん、私正直言ってもう、ね、40年も生きると動物園飽きてるんだけどここはなんか見てる、その絵を見てるのがすごい楽しかったしね。あとなんか説明でやっぱり、うん、あの飼育員さんたちの野生の動物を大事にしようみたいな説明がいっぱいあって、すごいね、愛がいっぱいの動物園でした。はいはいはい、来てよかったね。でもあれをするぞ。どれだ？はい、どれだ、どれだ、フラミンゴ。はいはい、よし、じゃあそれじゃあこの北海道の真ん中からいろいろ巡っていきたいと思います。ではまたねー。またねー。